FC ロストフは、ロシアロストフな、ドヌを、本拠地とする、サッカークラブ。クラブは1930年に創設された。ソビエト連邦サッカーリーグに所属したことはなく、1992年の、ロシアサッカープレミアリーグで、トップディビジョンデビューを果たした。1999年の UEFA インタートと、カップ1999で、欧州カップ戦デビューを果たした。 2003年、ロシアの農業機器、メーカー、ロスセルマシュがスポンサーを離れ、FC ロストフに解消された。2014年、ミオドラグ・ボージョビッチ監督の下で、ロシアカップ初優勝を飾り、クラブ史上初となる主要タイトルを獲得した。クラブを代表する選手は1960欧州、ネーションズカップ決勝で、 決勝ゴールを決めたビクトル・ポニエジェールニクで2015年にホームスタジアムのオリンプマイナスに正面に銅像が建てられた2015から16シーズンはグルバン・ベルディエフ監督の下でプレミアリーグ2位になりクラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した2016年8月24日プレイオフでアヤックスに勝利し初の 本大会出場を果たした。グループステージ第5節のバイエルン・ミュンヘン戦で、チャンピオンズリーグ本大会初勝利を飾った。UEFA チャンピオンズリーグ2016から17の、グループステージで3位となり回った UEFA、ヨーロッパリーグ2016から17でラウンド16で優勝することになる、マンチェスター・ユナイテッド FC に2試合合合計1から2、 で、準々決勝進出を逃した。2016から17シーズンは、第29節終了時は4位で、UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦、出場圏内だったが、最終節に5位だった、FC クラスのダールと6位だった FC テレク、グロズヌイに抜かれ、最終順位が6位となり UEFA ヨーロッパリーグ出場を逃した。 2017から18シーズンは11位、2018から19シーズンは9位で終えた。2019から20シーズンは新型コロナウイルス感染拡大の影響でトップチームの6選手が検査で陽性反応を示し、トップチーム全体が隔離措置の対象となり、ユースチームで挑んだ最下位初戦の FK 措置戦では1から10で惨敗する大失態を犯したが、 それでも開始47秒で17歳の MF が先制ゴールを奪ったほか、17歳の GK が PK ストップを含む15セーブを記録し、異例のマンオブザマッチに選出された。このシーズンは5位で終え、UEFA ヨーロッパリーグ予選3回戦からの出場権を獲得した。2020から21シーズンは日本代表 MF、橋本健人を獲得した。中 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。